はい、皆様こんにちは、ダンサーひろみです。毎度毎度のご視聴いただきありがとうございます。で、今日はね、 CBM についてです。もうね、 CBM なんて知ってるよ、もうあなたに言われなくてもって思ってますよね。 CBM って何？ちょっとコントラリーボディームーブメントって言って、なんか体の絞りとかって言うんですけど、これをちょっとね、もう少し考えてみましょうかっていう感じなんです。で、私の愛読書、 CBM は、熟練者がスイングの加速やメリハリのある回転運動の表現、そして動体運動、まあ動くっていうことですよね、運動におけるバランス保持として意図的にコントロールをする技術である。ふむふむふむ。で、次がちょっとなんかみんなえって、はい、中級以上の熟練者、誰ですかね、はい、におすすめの技術と書いてあります。初級の段階、すなわち体にまっすぐの軸が形成されていない段階での CBM の使用は、かえって体のねじれをもたらす危険が生じやすいです。初級とかなんとかっていうのは習ったばっかりだからとかって、そういうことではないですね。体ができてるかできてないかということが非常に大切です。体ができてるって何なのって言ったら、いつも言っているトーンを上げて背骨が柔軟に動けるように、背骨がもともと持ってる可動域から背骨だけ回してねって言ってるのに肩が出てこないね、外側ばっかり動いちゃって CBM とかならないっていう、こういうことを言ってるわけですよね。やっぱり見たまま真似したり、体ねじるのかそうかって言ったら、今やれるところしか選手として出てこないんですよ。例えば胸椎が、右に回旋を30度してくださいませって言っても、出てくるのが、左のショルダーだったりだとかっていう風になってくる人がすごく多いですね。これはなんていうんですかね、こうセンスもあるんですけど、そのセンスって磨けるので、今までそう使ってなければ当然そこは出てこないわけですよね。なのでね、例えばね、CBM をする前に、側屈をこうやってみましょうかね。下ろす側屈、上げる側屈、下ろす側屈、上げる側屈。わかりますね。これはいつもやってますもんね。で、この上げた側屈、今右の座骨が上がって背骨はこうたわんでいるこの側屈ですけれども、これっていうのは見える範囲の前に行くところですね。ちょうど110度くらいのところまではこの側屈で行けます。行けます。ね。で、ここから見えない世界ありますよね、後ろ側の。そこへ行くときはですね、この側屈が変わるんですよ、ほら。こうたわんでるの分かりますか？ということは、ここはこの見えない範囲のここも行ける、ここも行ける。これってとても重要なんです。なので、ロンデをするときに、ここからこう変わるじゃないですか、ほら、背骨が。で、ロンデがこれ足上げて全然背骨変わらなかったらロンデできないので、だから側屈で上げたこの見える範囲の110度の世界、ここからこのように変わるんだということが、まず背骨の側屈でとても大切。そこにですね、今度は回旋操作があるわけですよ。で、回旋って何って言った時に、仙骨ね、まあ後ろですけど、仙骨から仙骨を抜かして、腰椎は5つあって、胸椎は12個あって、頸椎は7個あるわけですけど、そこのどこが一番回旋に適してるんですかって言ったら、腰椎っていうのは丼のこう鉢がでかいみたいなね、こう高さがある丼、腰椎はどん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 で、だん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 薄くなって皿みたいになるんですよ。小丼から皿みたいな。で、一番薄いのは頸椎ですね。で、頸椎が一番薄くって、だから一番回転できるわけですよ、体の中で。ね、90度くらい向きにこう変えられるじゃないですか。ね、ということは、頸椎はジェンガの、薄いジェンガのこう少しずつこう変えることができるということなんです。ただ、椎体がでかい、この、 幅があるところね、この長さがあるところでやっちゃうと、ギュッとねじったらバキッとかなりません？なので、体のためにね、ここはちゃんと骨盤をドーンとしておいて、そしてこの腰椎はあまりねじれないようにできているということなんですよ。なので、腰椎5つありますけど、右にどれくらいねじれるんですかって言ったら、はい、皆様知ってますよね、たった5度です。1個につき1度しか回らないようにできているんですよ。それを無理くりなんか真似してやっちゃって、ヘルニアになってビヨッと出ちゃって、神経触るっていうことが起きているわけですよね。なので、腰椎は回るのがとても不得意な場所なので、ねじってはいけませんよっていうことです。そして、このだんだん100枚皿のように薄くなったところ、顔はまっすぐ見ててください、でもここだけ回してくださいと言われたときは、頸椎は途中で止めますから、この辺あたり、ちょうど喉仏のあたりないですけど、ここから胸椎の
ちょうど乳首の上あたり、卵中と言われてますね。そこまでの捻転が一番できるんですね。でここもですね、ちょっとついたりでかくなるのでねじれません。だから一番皆さんがねじるのが不得意なこの胸椎の卵中のところからの背骨の捻転が一番必要なんですよ。そしてもう一個はですね、さっき言った足を側屈で上げたら前に振ってみた。でニュートラルから後ろに行くときはさっき言った側屈が変わります、ね、空中に足上がってる状態でポン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 、こうやってるだけで少し CMM かかってるんですよ。もはやねじれは生じてるんです。側屈を変えるだけで。そこにですね、さっき言ったちょっと手もつけてあげて、こういう運動ですよね。手を前後させる運動、ポンポン、反対ポン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 、こうやります。でなんで手は前後なのって言ったら、CBM っていうと回転だと思っちゃってて、こういうふうに回しちゃう人が多いからね。で手こうやって前後してるときは回ってないですよね。ただ前後にしてるだけで、なんかこれが非常に大切なんですよ。これが、あ、そっか、こうね、あ、こうね、こうねとやってしまうとこいつを覚えてしまうので、手はこう、ただ前後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 、この前後にしただけで、ほらこのマイクついてるところちゃんとねじれてます、ね、ちょっと30度弱ぐらいですね。ポン、立ってる足の土踏まずが浮いていないとね、バランス取れないんですよ。なので私ちょっと扁平にしてみます。 外反母趾出るようにこうやって内反してみます。一発で倒れますよ。なので立ってる足のいつも言ってる小指薬指をくっと立てて、立方骨を立てて土踏まずを上げた状態で、これがこういうふうに足のピッチングで超えているんだよっていう感覚でやらないと潰されてしまいます。手というのを止めておいて、そしてこの運動をすることをお勧めします。